あれなんかエンジンおかしい。昨日から。うん。ガソリンのせいなのか。いやフィルター洗ったんですけどね。まだダメだね。あとは多分。上がんなかった。
ほら、また行っちゃった。大丈夫だよ。これで走ってさ、ちゃんとさ、ランニングできるから大丈夫だ。すごかったけどね。あれ使えたらもう。拾ったけど取れたかな。持ってくるよこっちまで。本当ですか。あの島一本で。今度篠間の中入れじゃん。30秒ぐらいあります。回ってんじゃん。結構取れるの。全部長いんだな。長い。1年ちょっと。回数的にはそんな多くない。土日しか取らない。あれキャッチしてやんないとダメだね。私来るから。ゲット閉めると走りにくい。おし、どう？なんか自分に気合い入れてとか。よく走った。いやあれは姫無理だよ。ね。うん。なかなか人にまとわりつけない。
出てましたね。じゃあみんなで帰ろうか。そうか。いや、秋野さん、これ2回目が飛べたから1回目行かせるかな。ボツにしないで。そう、この位置その2しか。うん。なんで向きについてんの？いや、追い越しちゃったか。
今日は鯉のぼりも上げたし。贅沢だよ、これ2台で積むよ。どっちか必ず取れてるからね。最近信用できなくてさ、カメラ不調で。おや、なんだ。あんな音すんの。ねえ。そのエンジン静かだよね。金金音がないもんね。
だね、エンジンがないね、そういうの。ないよね、うん、あ、やっと降りてきた。あれ降りないなんだ、降りないの。結構残ってるわ、あれ。今度は低くしたから降りるかな。お、足出した。納得いきましたでしょうか。観音様行くのかと思ったら行かなかったですか。あの手前まで行って、うん、手前で戻っちゃったから。そう、あそこら辺で少しまあ揺れ始めたから。あ、揺れた。雨じゃないんだ。雨じゃない、雨かなって言ってたの。誰も来ないなと思ってあそこら辺で引き返そうと思って